まだお金大丈夫だよね。イカサマ、イカサマ。あー、でもちょっとこれは。今は使わなくていいかな。魔力プラス 5L。アタックカードに追加のダメージ。チャージブドウだな。お金あるよね。使おう。よし、ゲイ。あ、レディックカッター忘れた。ひよこか。115円。レディックはまあそこそこですね。終わり。帰ろう。じゃあ進みましょうか。あ、レアしかいない。ああ、危ないやつしかいねえ。大丈夫でしょう。勝てる勝てる。さあ、行くよー。ちょっと、あら、アルパカは犠牲になったのだ。お、面白い。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。PC ゲームの実況、今日もやっていきましょう。よろしくお願いいたします。それじゃあ、今までね、僕のやってるゲームはたまたまですが、体験版だったんですよね、全部ね。ただ今日はね、製品版をやっていきたいと思います。本日はオーバーダンジョンをやっていきましょう。よろしくお願いいたします。本作なんですけれども、昨年末ぐらいから早期アクセスかな、アーリーアクセスが始まっていたんですが、最近正式リリースされました。ですね、このゲームですが、カードゲームなんですけれども、他にもローグライク、タワーディフェンス、そんなものを融合させた全く新しいアクションカードゲームということらしいです。ストアページから見えるね、その動画とかを見ると、すごいね、自分のカードを使った時の軍団なのかな、そういったものがね、一斉に攻撃したりして、まあ迫力もあるし、まあ、ちょっとテストでね、ゲーム起動してみたんですけど、音楽もね、荘厳な感じがして、ワクワクするね、いい感じのオープニングでした。そうですね、あとはカードの絵柄が結構可愛いものが多かったりとか、あとバッチリ日本語対応してます。そんなところかな。キャラクターも可愛いんですよ。まあ、そんな感じで、まあそうですね、やっぱり最近こういったローグライクカードゲームというと、任天堂スイッチ版僕は遊びましたけど、スレイザースパイアとかがね、印象深いところもあるんですが、このゲームもね、評価としてはかなりね、非常に好評が続いているような状態なので、まあ、結構期待してるところです。じゃあやっていきましょうか。よろしくお願いします。ちなみに、値段もね、今のところだと、確か、割引ないと1500円で、今ね、8月末ぐらいまでセールやってます。じゃあ、参りましょうか。ちなみに、今回はね、マウスでプレイしますんで、よろしくお願いします。まあ、ゲームパッドも一応設定したんですが、マウスの方がいいみたいなんで、いきます。ちなみに、ここに、求人出てるんで、東京で今、開発これゲームやってるらしいんで 気になる人は、ちょっと、ここら辺見てみてください。いきましょう。じゃあ、いろいろあるんですよ。ちなみに設定一応変えておきました。日本語に変えたのと、BGM ちょっと落としたのと、画面を変えたのと、あ、これですね。で、最大ユニット出現数っていうのを、このスペックによって変えてもいいそうなんで、まあ、ビルの PC には自信ある方、こことか、1000とかにしてみてください。無限とかあるんだ。すごいね。まあ、これが何を意味するのかは、これからわかるかなと思うんですが、やっていきましょうか。じゃあ、最初から。おお、あるね。じゃあ行きますか。ベーシックダンジョンってところから。エンジョイか。じゃあ、エンジョイモード移住。ノーマルか。どうしよっかな。なんかイージーモードは許される年齢じゃ僕もそろそろなくなってきたんだけど、とりあえずこのゲーム覚えたいからイージーでいいですかね。あ、かわいい。まあ、こんな感じですね。キャラクターはかわいい。あれ この人はイラストで、この人は、この人は CG なんだ。これ主人公だよね。吸血鬼か。あ、これアルパカらしいです。なんかこのゲームね、アルパカとかいっぱい出てくるらしいですよ。好きな人はいいですね。僕もアルパカは可愛いと思うけどね。この人は何なの？主人公がいてカードがいてみたいな感じ。とりあえずじゃあ、この人にしてみるか。ちなみにこのゲームで検索すれば、早期体験版、あ、早期プレイ版か、アリアクセス版のプレイ動画とか実況とかちょこちょこ出てきます。メインパックがあるんだ。カードパックとは、あ、ちょっと待って、チュートリアルってあるの？ちょっと待って、一回ごめんなさい、戻っていいですか？また戻ってくると思うんですけど、ベーシックダンジョンがあって、チュートリアル、あ、これこれこれ ちょっと見ましょうか。はい、チュートリアルでエラーが発生した場合はチュートリアルをスキップしてください。敵リーダーですね。これこれ、これやんないとね。画面上部にいる敵が敵リーダーね。手札が2枚以下になると自動的にターン終了。ターン制なんだ。これは？
ターン終わりに、まあ、敵のターンは通る攻撃ですね。ターン進行3。最初のターンは私たちだけが動ける。リーダーは動かない。はい。タイマーか。タイム制なのかな。ちょっと1ページ飛ばしない？大丈夫。挑発で攻撃を防ごう。挑発ユニットか。そこに攻撃をしてもらうんだね。ファイヤーボールに注意。雷攻撃は単体だけど、炎攻撃は範囲攻撃。アニマル。急に自分の仲間ユニットのことかな。リーダー破壊ボーナス。はい。それとなく見てみましょう。あ、アップグレードだ。最近のカードゲームだとよくあるよね。テキスト確認できる。OK。報酬カードをスキップできる。必要ないと思ったらスキップ。ここら辺はね、まあ、あれか、星座スパイアっぽいのかな。じゃあ、これでいいでしょうか。とりあえず行ってみようか。最初から。ベーシックダンジョンで。とりあえず、まあ、やっぱりね、最初だから、イージーで、かつ、リリスで、サブバックっていうのがあるな。一つのバックには20枚ほど、冒険に出かけるときは3つのバックを選んで始めます。なるほど。とりあえず、メインパックこれにしようか。ひよこパーティー。気前の良いウサギ。ボムタワー。いろいろありますね。ニワトリですね。イラストが独特のデザインしてるね。かわいいね。アルパカブラザーズ。このセクシービーム。なるほどね。他には？これってさ、変えられるの？お、たくさんあるんだね。いや、そんなことでもないか。計4つぐらいかな。なんかカードパックリストみたいの、そういや一番最初にあったな。とりあえずはまあこれでいきましょうか。スタート。楽しみだなぁ。歩きます。おぉ、なかなか。ここの位置にしたのは、開発の人有能かなと思います。いや、ごめんなさい。カード選ぶとこだったね。別におっぱい見るとこじゃなかったわ。お尻もいいよね。まあいいや。とりあえずこれは1個選べばいいのか。はい。トレント。お、来た。何をすればいいんだ。あ、チュートリアルですね。さっきも見たけど、一応復習ね。とりあえず敵リーダーがいてっていうところまで。じゃあ、頑張ってみるか。戦闘スタートで。おお、どうすればいいの？とりあえずアルパカとか出せばいいの？こう。あ、すご。何これ。場所は割とランダム。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。来てるでしょ？アルパカはこれはなんだ？あ、敵のこれターゲッティングを変えてんのか。へぇー。おぉ、むずい。そうなんでしょうね。アルパカ出して、挑発して。あ、カードを1回2枚しか使えないのか。いや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 。これが挑発ユニットでしょ？オッケーオッケー。これが攻撃ほどでしょ？ダメよ、ちょこちょこ受けてるけど、まあいいや。挑発して、あとはストライクか。あ、なるほど、ダメ食ったね。大体の位置に置いていけばいいのかな。ポニーです。あ、ちょっと待って、アルパカじゃなくて。攻撃は大体の位置に置いていけばいいのかな。お、すげえ。おー。なんか分かったぞ。ある程度感覚でつかめてきた気がする。敵を反らすようなね、こういったアニマルがいたりとか、あとは攻撃用のがあるから、はいはいはい。リプレイ動画機能とかね、使うこともできるらしいです。あ、ちょっと待って。推しはどこから？もらいましょう。よしか。これ。右クリックすることで、強化後のレベル見れます。ひよこファントム。ひよこファントムはなんだ？ひよこおさん退職。そうなると、ひよこって何ですかっていうカードゲームのね、いたちごっこのみたいになるんですけど。出世犬。これは、犬か？アニマル。呪文。スペル。お。ス
スパーク持ってたよな。どうしよっかな。とりあえず、何がわからないけども、スパークにしときます。はい、参ります。次はここから選んでいくんだが、休憩所だ。イベントだ。ああ、ここら辺はスエイザースパイアっぽいな。わかるわかる。休憩しましょう。お、はいはいはい。これは、行きましょうか。カード1枚に中堅のエンチャントを追加する。アニマルカードを使用したとき、このカードが山札にあるなら使用される。レア。スウェーデンのカードに、体力は、いや、いいや、もらおう。エンチャントつけるカードを選んでください。なんか、アルパカっていっぱい使うんじゃないですか。100ダメ、100ダメ、24ダメ。おお。基本カード、ファースト、ファースト、ファースト。わあ、何すればいいんだろう。ここら辺ちょっと全然わからないんで、本当になんとなくでいきますよ。中継のアルパカ なんだこれ。はい、いきます。これはエリートだ。そうねー、ちょっと怖いなと思うから、まず通常戦闘でいきます。そっか、まあ10円払えば戻れたような記載あったな。いきます。お、これは、これはダメージを用意しなかったからね。あ、でも相手が着弾するまではちょっとあるのか。挑発して、いけ、突撃ポイント。ここですかさず、まあ、一体だと楽だね。お金、お金、カード選択。ひよこ、ひよこ小屋。ひよこってなんだよって話なんだけど すべての敵リーダー44だね。魔力4を得る。開幕、あ、いいね。まあ、この難易度からあんまり気にしなくてもいいのかなと思うんだけど、行こうか。じゃあ、エリートとやってみましょうか。お、ドラゴンだ。強そう。行きましょうか。行くよー。こんなにたくさんいるとは聞いてね。アルパカ出して。うわー、呪いだ。あ、違う。カード戻せんの面白いやん。さ、もう一回行くか。痛い痛い痛いよ。いますよ。とりあえず倒して、倒して、惜しい。あー、痛い。消えていく。お、終わってた。 これレリックだね。お、まあ持ってて助かるね、レリックだ。あ、何これ、星4だ、すごい。建物の稼働速度を上昇させる建物。ここら辺リリック見れます。少女の小屋。設計図。建物ね。あれか、砲台とかかな。はい、頑張ったね。宝箱です。ん？お、いいね。7以上のダメージは7になる。もらっておきます。ダンジョンは続きますね。戦闘しよっか。次のこともちょっと考えたい。ショップがあって、ショップ行けるようなルートにしたいな。こっちにしようか。行きまーす。これはターボエンジンか。あれ、これ置いといてよかったのかな、先に。あ、なんか弾かれた、これ。熱い。アルパカ置いて。あれ、ゾウ？ゾウ？ え？なんかめっちゃ来てない？すごいな。砲台置いて、ターボエンジンはちょっと。おー。おー、これはちょっと PC のスペック要求されんな。これひたすら攻撃しますか？ちょっともう怒ったぞって感じでめっちゃ来るんで。リーダーを押そう。このゲーム動物が可愛いな。高ぶる炎40ため。
お、なるほど。アップグレード、またされて戻ってくる系か。もらっとります。じゃあ、ショッパー行きたいね。お金は ?876。店員さんどんな人だろうね。店員さんいね。店員さん。借金?何これ?すご。本当に?あー、高くなって帰ってくるのか。怖いっすね。これ返さなかったらどうなんだろう。リロールか。カードサービス。カード売却。何がいいかな?イカサマダイス。え?これってさ、あれさ、T ボーンステーキの肉を削って作った、カイジの あれじゃない? ピンゾロサイじゃない?これ ぽいな ちょっとね、カードになんかこうやってね、パロディみたいのよく入ってるらしいよね。そういうの好きな人はね、調べてみると面白いらしいですね。白熊だ。へぇ。首からゆそぎ すごいな。どうしよっかな。まだね、ここら辺のスキルとか全然わかんないんですけど、とりあえず行きます。面白そうなこと買ってみようか。これにする。この、あれだな。足跡つくのかわいい。ストーム。白熊。まだお金大丈夫だよね。イカ様、イカ様。あー、でもちょっとこれは。今は使わなくていいかな。魔力プラス 5L。アタックカードに追加のダメージ。チャージ武道さん。お金あるよね。使おう。よし、ゲイ。あ、レディックカッター忘れた。ひよこか。115円。レディックはまあそこそこですね。終わり。帰ろう。じゃあ進みましょうか。あ、レアしかいない。ああ、危ないやつしかいね。大丈夫でしょう。勝てる勝てる。さあ、行くよー。ちょっと、あら、アルパカは犠牲になったのだ。お、面白い。よし。割と落とした。これなんだ。オッケー。いや、攻撃こそ最大の防御だな。オッケー、オッケー。まあ、イージーなんでね、ノーマルじゃないんで、全然楽しんで遊べるぐらいのレベルです。魔力増幅系。地雷捨てる。廃棄。ロア?あ、これさっきやったやつか。連続攻撃。アタックか。アタックと絡むと強そうだね。でもこれにしてみよう。さあ、来ました。休息所かな、休憩所か。入りまーす。体力は減ってないね。アップグレードしようぜ。何がいいかな。アルパカってどうなるんですか。アルパカプラスだった。絵柄は変わんないよね。なんかポケモンみたいなことを今ね、頭で想像しちゃったんだけど 今のところ楽しいのは、楽しいとか強いなと思ったのはこれかな。まあ、敵リーダー全員っていうのは、これ強いと思う。ちょっと純粋に武力を上げたいと思います。お、来ましたね。ボスだ。ちゃんと今ね、今見たけど、このボスまでの層出てますね。じゃあ行きましょうか。ボスワームですね。はい。分裂。HP が70%以下になると行動中断して、同じ HP のまま2体に分裂する。まあ、よくありがちな話ですね。さあ、行くか。ちょっとね、とりあえず何も分からずやってる気もあるけれども、楽しんじゃおうか。あ、増えた。カードがなくなっていく。アルパカは犠牲になったのだ。迷うな。何やってるんだ。あ、防衛し。痛い痛い。よし。分裂するんだったら、あ、何これ。首からウサギ。エネミーターン。よし、処理をした。いや、増えてるね。チャージ使って。おお、増えていくんだったらやっぱり複数体に攻撃できるのは有利でしょう。行こう。ああ、気持ちいいね。オッケーオッケー。これは使って、アタックカードはなかったかな。
多分死なないと思うんだけど、ちょっとアルパカは犠牲になってもらおうか。あれなんだ、白熊か？白熊だよね、これ。あー、白熊来てる。あとは、おでかいね、ダメが。うん。すげえテンポ早いな、このゲーム。最初はね、何もか分からずやってる気もあるけれど。でも面白。ちょっと待って。とりあえずあいつよ。今すごいリアルなパンダいたな。終わったー。やったわ。フィーバー。あ、楽しそうだね。これはいいやん。どれがいいかな。じゃあフィーバーにしますね。すげえ。はい、リークを選択です。どうしようかな。今日は。アニマルは1体追加されて召喚する。つまり、アルパカが、1体がアルパカが2体になるわけか。そいつはすげえな。これは ?HP 失うと見つけさん。お、UR カードか。UR と言われるとちょっと心ときめくんですけれども。いや。皆さん UR カードとアルパカどっちがいいですか？僕、すごい今悩んでるんだけど。ごめん、ここは、レアカードにするわ。これね。アルパカはここでも犠牲になったのだ。ゾウか。せっかくだから見てみますか。終焉の声。オーバーロード。ファイヤーボール。セクシービームか。え、敵アニマルをすべて味方にするの？洗脳しちゃうのか。サキバスだもんね。オーバーラン。迷い猫オーバーラン。決意のナイフ。なんか、効果たくさん書いてあってすごそうなのは、終焉の声かな。死決意のナイフ。魔力か。1ダメージを与える。与えたダメージも同じように魔力を得る。アタックカードに追加。28ダメ。これちょっと面白そうだな。あ、次にオーバーロードってそういうことか。次のターンドローマイスが1枚減る。え、次のターンドローマイス、あ、そういうこと。99減るの。最低でも2枚は引く。まあ実質0になるわけですね。捨て札に加える。あー、そっか。あ、これか。あ、ファイアボール13回投げるか。なるほどね。あ、面白っ。まあ、一回捨てるっていう動作はあるけれども、すごいカードなんですね。迷うな。ちょっとすごそうだから、なんかこの難易度だと発動機会なさそうだけど、まあいいや、もらっときます。じゃあ次へ行きましょうか。ダンジョン続くかな。OK、ベーシックダンジョンはまだまだ続くね。それではゲーム始めて大体20分になったので、今日はここら辺で一回終わりましょう。ちなみにセーブとかは？おっと待って。あ、ここら辺かな。ホーム行くと？せっかくだから、ここら辺も見てみるか。マニュアルオート。お、2倍速ある。これなんすか。これデッキだよね。ホーム行くとさ、これ中断になったりしないよね。大丈夫。あ、再開あるね。オッケーオッケー。で、カードバックリストっていうのがあります。これがリリスの初期デッキみたいなもんかな。あ、ロックされてるやつもある。で、この人がバリーさんか。でしょ、これアルパカ。このゲーム、アルパカ押しますね。あと、動物が可愛い。あらー。ウサギがいて。こいつ、シュガーさんでしょ。今のところカードこんなもんか。ズートロピカル。カードダンス。やっぱりね、こういう枠見てると、ワクワクしますね。バリア装置。動物の村。ナインキャット。ネズミゲージ。アニマルの動物の町。森じゃないんだね。ヒヨコラッシュ。アニマル55。
動物をすねえ、このゲームね。これはあれか、マイナスとかのアイテムか。アルパカは何だ？何か特別な枠なのかな？すごいね。はい。まあ、ちょっとね、やっぱ初めっていうことで、なんとなくやってみましたけれども、確かにあるね、タワーディフェンスとかの要素。あと、ローグライクっていうのもあるし、まあそこはね、やっぱスレイザースパイアにぶっちゃけめちゃくちゃ影響を受けてるなと思うんだけど、まあね、確かにそこは、何回やっても面白いローグライクの良いところ入ってるなと思います。まあ、あと戦闘、今ちょっと僕も難易度ね、若干抑えめでフィーリングでやったんですけど、うん、面白いなと思う。これからやっぱりもっと戦略必要な敵出てきたら、どう戦っていくかというのを楽しいなと思いますが、一回はここで終わりにしましょう。また続きやります。じゃあよかったら、このゲームまだまだね、これからきっと、もう正式リリースなんだけど、アップデートとかはね、調整とかは日々入ってるらしいので、あ、そうですね。これから、そうやって良くなっていくのを眺めながら遊んでいくのもいいかもしれません。値段もかなり安いのでね。あと、ここに求人とかも出てるんで、気になる人は見てみてください。日本語で遊べるのもいいですね。じゃあ、そんな感じで今日は一旦終わりにしますが、続きまたやります。よかったらまた見てください。じゃあ、お疲れ様でした。さよなら。